僕あんま笑わないかったり、佐藤さん普段ですか？元々笑うのが苦手だったりするんですよ。佐藤さん横で今ちょっとんっていう顔されてますね。あ、多分そのご本人あの武尊先輩もうちょっとルローニケンシンからあのご一緒させていただいて武尊先輩と呼ばせていただいております。ちょっといいですか、武尊先輩で、はい、どうぞどうぞ。武尊、はい、先輩は多分ご本人はそう思われてるんだろうなって思うんですけど、あのちゃんとすごく笑われる方なのででもあのまたより菱田さんもすごく笑顔が素敵な方だから、あの武尊先輩の笑顔とあの合わさったらもう最高だと思います。はい、佐藤さんとのことです。土屋さんからありがとうございます。いやすごく笑顔を大切にされてるなっていうのは感じてましたし。本当かよ待ってください。お二人が信じ続けることで生まれたこの奇跡を、幸せな奇跡を皆さんにお届けできればと思います。まあ、資料深いがゆえにその選択が遅いですねこう物を選ぶ、物を選ぶ、そういうことか。あ、もしかしてこっちが頭洗濯物だと思って、なんで知ってるんだろうと思ってあのどこだっけ、うん、どこだっけ、どのシーン、あの目覚めたりするシーン、もしかして、そうです、あの、昏睡状態から目覚めて、うん、あのじゃあ家で読むので、なんで、大丈夫です、なんでですか大丈夫、そんなね、皆様の前で恥ずかしいじゃないですか。そうですね、心を込めて書いたんですよね。これは僕だけの思い出にしちゃダメですか、聞きたいですか。本当ですか。じゃあお願いします。ありがとうございますよろしくお願いします。今月11月ポッキーの日に、ポッキーの日に行ったんです。あ、ポッキーは11月11日に、あ、それは言わなくていいんだよ。ガーナ好きなんで。ガーナ好きだよ。そう。いつも食べてるよね。ガーナ好きです。もう、水とか見ただけでも。そう。そう。すごいガーナ好きなんだなっていう感じがしてた。うん。まあ、実際、またお会いしに行ったんですけれども、最近。すごく温かく迎えてくださって、一緒にお料理しました。え、これパッと来ない？え、じゃけんやりがいなくなるよあれ、じゃけんだよ。え、まあ、やってみるダメでしょ、書く前にそれやっちゃ雪合戦かなってなるでしょ。鍋食べながらで猫だけだとあれかなと思って、あのクイズを入れて鍋クイズ猫だけだとあれだな意味がまず多分分かんないと思うけど、そうね、冬好き、要は俺が好きなものを選んでくれたわけだ、冬、うん、猫、まあそしたら鍋クイズ。この距離で拝見すると迫力がありますねどの距離で見てたんだいつもこの距離だった覚えがあるんですけど、あの撮影の時は久志さんだったじゃないですか。でも今日は武尊先輩のタキシード姿なんだよなと思ったら、でも髪型が違うんじゃないですか。だからすごく動揺してしまって、だから今日は世界中のたくさんの女性の代表としてしっかり立とうと思ってここに来ました。武尊先輩、私のドレス姿どうですか。前代未聞だよ、そんな花嫁どうですかっていう。どうですか。いや、まあもちろんお綺麗ですし、あの隣に立てて最高に幸せです。恥ずかしいです、ありがとうございます。自分で言っといて本当にこう試合に臨むあのボクサーとコーチのようなあの気持ちでした。でもそれぐらいこれを食えっつって
これを食べてって走って走ってで、こういう風にある意味こう本当に嬉しい嬉しい嬉しい使い方やばいね女性らしくなったなってタケル先輩はタケル先輩タケル先輩ですずっと背中を追ってた俳優さんなのでこの愛情は伝わってますか佐藤さんにはうん、まあ多分嘘は言ってないんだろうなとは思いますけどクールですね他の人にも同じぐらいの熱量で言ってんのかなと思いますいるかな映ってます映ってんじゃないですか映ってますね全然と嫁です4年後に嫁になりました悪ガキが嫁になりましたは？もう土屋さんが何言うか分かりますねお肉を食べてる時じゃないですか正解ですでもお肉食べてる時は本当に幸せですねもう心の燃料というかずっと移動中写真をずっと見てたり焼いている動画をずっと見てたりして佐藤さん幸せ毎日お風呂に浸かることハズレですいい場合ですじゃんけんぽんいかがだよかったっすねこの頃タケル君のリアクションがさ美味しいったらよかったっすねちょっと妹に接してるような感じです、ね、本当もう妹なのかもう子供なのかわかんない、はい、そんな感じですそうじゃ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 孫かもしれないですじゃんけんぽんやったーイエーイ最初グーじゃんけんぽんではよかったっすね。ファーストバイトですよね。ここはぜひ花嫁役の土屋さんから新郎役の佐藤さんへお願いできますでしょうか。はい。はい。ではよろしくお願いいたします。どれぐらいがちゃんとやりますね。よろしくお願いします。食べ物で遊んじゃいけないんだからね。さあ、ではお願いいたします。大きな口を開けて。じゃけんぽい、じゃけんぽい。いや、遅い。竹井先輩遅いですよ、ちょっと頑張ってさちゃんと発音してもらってさっき、ええなんで倒せなのあっち向いて、ちゃんと言ってもいいわかるあっち向いてなってたからあっち向いて、ほい最初はグーあっち向いて、ほい違う違うちゃんとやってじゃんけんぽんだから最初はグーあっち向いて、ほい聞いたことないそんなそんなよし、ちゃんとやります、うんダメよ。ね、タオのせいにしないでください。最初はグー、じゃんけんぽい、あっち向いてほい。じゃんけんぽい、あっち向いてほい。行きましょう。行きましょう。あっち向いてほい。じゃんけんぽい、あっち向いてほい。ギリギリセーフ。ギリギリセーフ。じゃんけんぽい、あっち向いてほい。じゃんけんぽ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 い。ほら、言ってないほら。走れ、走れ、走れ。走れ。なってっから。すぐに言って言います。バイバイ。